今回は、まあ、最近よくこうブレイキングダウンについてやっぱり聞かれることが多いんですけど、どういった練習方法をするのが一番いいのかということを、まあ、トレーナー目線で語っていこうかなと思います。まあ、一番いいのはやっぱり1分間という短い時間なんで、その1分間のスパーリングをたくさんするということです。で、毎回毎回当然ガチでやるわけにはいかないんで、怪我も多くなってくるんで、特に最初まだこうディフェンス技術がしっかりしてない人なんかもろにもらってしまうと本当に非常に危ないので、まあ、フェイスガードだったりボードをしっかりつけて行うようにしてください。で、動きだけしっかり全力で動いて、まあ、蹴りやボディはもうガチに近い感じで打っても大丈夫です。まあ、足もしっかりレガースとかつけてですね、素足でやって足と足がぶつかると本当に非常に、まあ、経験したことある人ならわかると思いますけど痛いので、まあ、痛いだけで済めばいいですけど、骨折の危険もあるので、まあ、しっかりこう硬いサンドバッグを蹴り込んだり、そういったことで爪を強化しておくことも重要です。まあ、防具なしでやる場合は動きだけは全力で動きながら、攻撃はまあ寸止めとか軽く当てる程度、まあ、最初初心者の人だとなかなか力の抜きどころとかがわからないと思うんで、ちゃんと大きいグローブでフェイスガードをつけてやるようにしてください。で、たまにこうガチでやる練習もやっぱり必要になってくるんで、試合に出る場合は、まあ、自分たちだけでやらないようにしっかりこう指導者だったり、まあ、第三者がいる中で、まあ、経験者がいいですね、危険だと判断したらちゃんと止めれるような人が見る中で、まあ、ちゃんと防具をつけた上で1分間スパーリングをやったりするのも非常に、まあ、練習としてはいいです。で、あとはやっぱりこう1分間という短い時間なんで、パンチを結構ブンブン振り回していく、そういった人が多いので、もう前蹴りを合わせる練習だったり、まあ、身長差がある場合は膝を合わせる練習でも大丈夫です。しっかり相手の動きを見て、タイミングを見て前蹴りを当てていく、まあ、命中精度を高める練習ですね。やっぱり動きの中で当てていくことが非常に重要なので、そういった精度を高める練習をしておきましょう。それからあとはやっぱり大きく振ってくる選手が多いので、うまくカウンターを合わせるような練習、そういった練習も非常に効果的です。もう向きになって一定のリズムでブンブン振り回してくるだけになってくると非常に合わせやすいので、そういった攻撃を合わせる練習もしていきましょう。あとはそうですね、やっぱりこう1分間全力で動くような、まあ、1分間全力で動くっていうのは本当非常に難しいことなんで、まあ、100m ダッシュなんかを考えてみたら分かると思いますけど、10秒全力で走っただけでも、10秒15秒全力で走っただけでも本当、はあはあ、ものすごく息が上がるんで、それを1分間続けるっていうのは非常に難しい。だから、まあ、田畑式のようないわゆる流行りの HIIT ですよね、ヒート、20秒全力で動いて10秒休む、そういったトレーニングも非常に効果的です。だから3分3ラウンドあるわけじゃないので、もう1分の中で全部を出し切るような、しっかり出力を高めれるように、そういった練習を増やしていくといいんじゃないかなと思います。まあ、例で言えば昔いたレミーガみたいな、こう短い時間で爆発的な攻撃力を出せるような、そういった戦い方も非常にあのブレイキングダウンという1分の中では生きてくるんじゃないかなと思います。まあ、3分あるような場合はそういった戦い方をしてしまうと、まあ、うまくしのがれると、そこから急にこうやっぱりそれだけ爆発的なエネルギーを使って消耗も大きいので、バテて動けなくなってしまう、動きが悪くなってしまうということもあるんですけど、まあ、1分という短い時間の中では非常に有効です。ただ同じぐらいのレベルだったり、こうどうしてもレベルが上がってくると、なかなか1分以内で決着をつけるというのが本当非常に難しくなってくるので、まあ、先日のようにこう延長延長延長っていう形にもなってくると、こうやっぱりスタミナの配分だったり、まあ、戦略戦い方が重要になってきます。まあ、でも本当は1分以内で決着をつけるためにも、爆発的な身体能力だったり攻撃能力だったりを高めておくことは非常に重要です。まあ、HIIT 系のトレーニングだったり攻撃力アップ系のトレーニングだったりも過去の動画で結構載せているので、ぜひそちらも参考にしてみてください。
今回の動画が良かった方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。